2016年ポートランド世界室内選手権、バーバラピエールは、ハイチポルトープランス出身の陸上競技選手。専門は短距離走、60メートルで7秒00、100メートルで10秒85の自己ベストを持つ。2016年ポートランド世界室内選手権、女子60メートルの金メダリストである。ハイチ生まれアメリカ育ちのスプリンター。 ハイチとアメリカの二重国籍を持ち、2008年北京オリンピックにはハイチ代表として出場した。2011年からはアメリカ代表として国際大会に出場し、世界室内選手権やパンアメリカン競技大会などでは金メダルを獲得する活躍を見せているが、アメリカ代表としてオリンピックや世界選手権に出場した経験はない。 2013年モスクワ世界選手権では女子400メートルリレーのメンバーに選出されたが補欠のため出番はなかった。ハイチに生まれたが5歳の時にアメリカに移り住んだ。陸上競技は高校生の時に開始。先頭オーガスティーンズ大学に在籍し2007年から2010年の間に全米学生選手権2部で6つの個人タイトルを獲得した。その内訳は 全米学生選手権2部女子100メートルで2回、全米学生室内選手権2部女子60メートルで3回、女子200メートルで1回。また、2009年の全米学生選手権2部女子100メートルでは11秒18の大会新記録を樹立し、1993年にチャンドラスターラップが樹立した記録を16年ぶりに塗り替えた。二千八年には、ハイチ代表として、 国際大会に出場。7月の中央アメリカカリブ選手権女子100メートルでは銅メダルを獲得し、8月の北京オリンピック女子100メートルでは二次予選まで進出した。10月のパンアメリカン競技大会に初めてアメリカ代表として出場すると、女子100メートルは優勝したロサンジェラ・サントスに0秒03及ばず11秒25の2位で国際タイトルを惜しくも逃した。 2層を務めた女子400メートルリレーはブラジルに敗れたが43秒10で銀メダル獲得に貢献した2月の全米室内選手権女子60メートルでは優勝したティアナ・マディソンに0秒04を及ばず7秒06の2位で初の全米タイトルを逃したアメリカ代表として初の世界大会出場となった3月のイスタンブル世界室内選手権 女子60メートルでは予選を7秒24、準決勝を7秒19で突破し、初めて世界大会の決勝に進出した。迎えた決勝では7秒14の4位に終わり、3位のティアナ・マディソンとは0秒05差でメダルを逃した。3月の全米室内選手権、女子60メートルを7秒08で制し、初の全米タイトルを獲得。6月の全米選手権、 女子100メートルでは準決勝で自己ベスト及び全体トップのタイムとなる10秒85をマークしたが、決勝はタイムを落として10秒94の5位に終わった。この結果、8月に行われるモスクワ世界選手権女子400メートルリレーのアメリカ代表に選出されたが、大会での出番はなかった。六月の全米選手権女子百メートルでは十一秒十七の二位に終わり、 またもティアナ・バートレッタに0秒10に及ばず、屋外全米タイトルを逃した。7月のパンアメリカン競技大会女子100メートルでは、予選で10秒92の大会新記録を受立し、準決勝でも追い風参考記録ながら、予選のタイムに迫る10秒96をマークしたが、迎えた決勝では11秒01の3位に終わった。しかし、 アメリカチームの一層を務めた女子400メートルリレーでは決勝で42秒58の大会新記録樹立と金メダル獲得に貢献した8月の北中米カリブ選手権では女子100メートルを11秒12で制して初の国際タイトルを獲得するとアメリカチームの一層を務めた女子400メートルリレーは42秒24の大会新記録樹立と 金メダル獲得に貢献し、大会2冠を達成した。3月12日の全米室内選手権、女子60メートル決勝で、室内世界歴代9位体及び室内、アメリカ歴代3位の記録となる7秒00をマークし、3年ぶり2度目の全米タイトルを獲得した。1週間後に行われたポートランド、世界室内選手権、女子60メートルには、 ダフネ・シパーズと共に今季世界最高記録保持者として臨むと予選を全体1位の7秒07、準決勝を全体2位の7秒06で突破。迎えた決勝では自己ベストに迫る7秒02をマークし、ダフネ・シパーズやエレイン・トンプソンを抑えて初の世界タイトルを獲得した。夫のラモン・ギテンスはバルバドス代表として活躍するスプリンター。 2016年ポートランド世界室内選手権、男子60メートルで銅メダル、2017年世界リレー男子400メートルで銀メダルを獲得している。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。微考欄の記録は、当時のもの。ありがとうございます。